はい、どうもゴリスポです。皆様お疲れ様でございます。自分の中では、必ずやることがあります。それは重さの、違いですね。純正ウインカー2つを測ってみたいと思います。これ邪魔、これ邪魔。 450g です。そしてドラッグスペシャリティーズのミニウインカーの重さを測ってみたいと思います。よいしょ、転がっちゃう。140g ですね。約 300g の軽量化になります。これに切り替えるだけで 300g はちょっと嬉しいと思います。ドラッグスペシャリティーズのミニウインカーと純正のウインカーステイの組み合わせです。これも前ちょっと説明したんですが、これのいいとこっていうのはここの芋ネジを、緩めることによってこのように、どうにでも向きがこう変わるという素晴らしさなので、どんなハンドルをつけても、この純正ミラーのステイを使えば必ず真正面に向くという、はい、これ初めて知った時は面白いなと思いました。なのでこの純正ウインカーステイを利用します。はい、ここで割り箸が出てきます。この割り箸ちょっと長すぎるのと、ちょっと太いんで、ある程度のところでサンダーでカットしたいと思います。先ほどカットした割り箸を今度はボール刃に加えた状態です。そしてこちらの布やすりで先端を少々細めてやりたいと思います。はい、これで塗装しやすくなりました。割り箸を使う理由はこちらですね。塗装するためです。純正のウインカーステイはこのように、六角の彫り穴があります。なのでそこに、割り箸を突っ込むという形になります。あとはこちらにネジの部分ですね、ビニールテープを巻いてこちらのネジ山を保護する。そしてウインカーがブラックなら当然こちらもブラック塗装になるっていう感じです。はい、塗装終了しました。5回ぐらい重ね塗り、そして休みのたびにね、雨降ってるんで乾くのが大変でした。そしてこちらはドラッグスペシャリティーズのついてたこのゴムですね。ゴムをこちらに移植したいと思います。これは防水のためですね。そしたらネジロック剤の青を塗ってウインカーに組み込んで終了という形になります。はい、塗装の関係、雨の関係でもう9時近くになってしまいました。動画今日中に出せるかどうかは分かりません。ただこのウインカーは本当に買ってよかったなって思います。ちなみにこの500円玉よりもコメントにありましたね、はい、500円玉よりもレンズが大きければ車検は通る。全然大きいです。実際は、はい、二回りぐらい、大きくなってます。下を合わせていくとこうですね。はい、こんな感じで、なのでこれは車検に通るはずです。間違いないです。そして、ウインカーの色はオレンジであれば確実に、あとあれですね、明るさもクリアしてますね。これはロードスター乗りにとっては絶対おすすめします。後ろが黒で、フロントがメッキなんてありえないと思います。次にやっぱりレバーですね。これはブラックタイプのレバーにしなくてはいけないと思います。ここでもふと気づきました。ここですね、右側だからブレーキレバーを外すのにここの黒いマイナスを、抜かなければいけません。対して左側クラッチレバーですねのここ
がメッキになっているといういつまでも経ってもハーレーイタチごっこですね。黒とメッキ、まあ、ここは色塗ってしまえばいいんですが、なんでハーレー車は、黒とメッキ黒とメッキっていう組み合わせになるか、自分はその答えを知ってます。それはアメリカンジョークですはいガチです、はい、じゃないと考えられません。とにかくスポーツスター乗り、特にロードスター乗りは本当にこのウィンカーおすすめしたいと思います。なんでしたらスポーツスターのモデル48か何かちょっと忘れてしまったんですが、右側のカバーですね、こちらのオイルカバーで、向こう側は、あれはバッテリーカバー、こちら側はツヤありの、うん、黒ですね。で向こう側はツヤ消し黒っていうスポーツスターも存在するらしいです。それも含めてアメリカンジョークということで、今日は失礼いたします。